学部に通う岡田将人さんが来月ムエタイの日本タイトル戦に挑戦することになりました。最強の外科医を目指す異色の格闘家の思いに迫ります。ムエタイに魅せられた大分市出身のプロ格闘家岡田将人さん。中学はハンドボール、高校はラグビーに打ち込みました。高校卒業後はアルバイトでお金を貯めて、20歳の時にムエタイの本場タイへ。格闘技の経験がないままジムの門を叩き、1年余り武者修行を続けました。やっぱりハングリー精神というのがすごいなというのもあって、僕もお金がなくてちょっと一緒のような生活をしていたので、刺激を受けたというよりかこうタイの生活に溶け込めたかなっていう。タイで修行を積んだ岡田さんの得意技は相手の顔を切り裂く肘打ち、そして体重を乗せて重さを追求したミドルキックです。本場仕込みの技術の高さを武器に勝利を重ねた結果、来月3日にウェルター級の日本タイトル戦に挑むことになりました。タイに飛び出た時はみんなに俺はチャンピオンになって帰ってくるって言って、結局その思いは果たせずに帰ってきて、また大分でこう 再出発をしたので、今回は絶対日本のベルトを取りに行きたいです。岡田さんは昨日大分市役所を訪れ、佐藤喜一郎市長に日本タイトル戦に挑戦することを報告し、大一番での勝利を誓いました。非常に激しい格闘技ですから、日本チャンピオンに向けてですね、岡田選手しっかり頑張ってほしいなと、応援をしたいなというふうに思います。日本一に向けて歩みを進める一方、岡田さんが目指しているもう一つの目標が外科医です。僕からはアニサキス症の診断と治療を発表します。タイから帰国した後、猛勉強の末、おととし23歳で大分大学医学部に入学。この日は3ヶ月間かけて寄生虫による食中毒の症状をまとめたレポートを発表しました。友人から見た大学生活を送る岡田さんの素顔とは。本場タイからムエタイのプロが来たっていう情報が分かったんですけど、もう授業始まると本当前の方でずっと一番真面目な姿勢で受けてるので、しかもめちゃくちゃ優しくて完璧です。恥ずかしいわ。決戦まであと11日。同じジムの先輩で今年2月に世界王者となった近藤信俊さんがスパーリングパートナーを務めています。スパーリングではタイトル戦の対戦相手が得意とするパンチやローキックを防ぎ、ミドルキックを打ち込む流れを確認しています。いやもう本当ありがたいことです。やっぱ世界チャンピオンのレベルとなかなか練習とか普通はできないんで、だいぶローキックもカットできるようになってきたし、どっちが自分の信じてきた練習を貫き通すかと思うので、そこはもう信じてバンバン蹴ってほしいです。外科医になりたいっていうのが僕の夢であって、それが人生の最終的なゴールなのかもしれないので、外科医しながら世界のチャンピオンベルトを持ったムエタイドクターになりたいです。世界最強の外科医を目指す異色の格闘家、ムエタイも医学の道も常に全力でぶつかるひたむきな努力によって、チャンピオンベルトを腰に巻く日が近づいています。岡田さん、現在の体重が72キロあるそうで、あと10日の間に6キロの減量が必要だということです。最強の外科医目指して、どちらもしっかりと夢を叶えてもらいたいと思います。続いて